日本維新の会、丸山穂高、立憲民主党などの野党は本当に恥ずかしい。本日、国会に根本厚生労働大臣の不信任決議案が提出されてしまいました。この反対討論で、日本維新の会の丸山穂高さんが次のような発言を行いました。日本維新の会の丸山穂高です。我が党を代表して、ただいま提出されました根本厚労大臣不信任決議案に対し、反対の立場から討論いたします。まず、第一に、厚生労働省で長年行われてきた不適切な統計調査は、そもそも現政権だけの責任ではないはずです。立憲民主党をはじめとした他の野党がアベノミクス偽装だと騒いでいますが、自分たちの政権では不正を見つけられなかった旧民主党政権の皆さんが、現政権への文句を言っている姿勢は、若い世代の一人として見ていて本当に恥ずかしく、甚だ滑稽ですらあります。あの悪夢のようなとまで言われる民主党政権下も含めて、平成8年以降ずっと行われてきた不正に対し、ことさらに現政権の責任だけを追及すること、ましてや統計の詳細の内容も、なぜ問題が起こったかのことの本質も理解せずに、貴重な予算委員会の時間を政権トップの意向を反映させたなどという空想のために時間を割いている議員がいることこそ非常な事態であり、まさにこれらの議員や政党へこそ不信任を突きつけたいと多くの国民の皆さんが感じていらっしゃるのではないでしょうか。中身も伴わず採決の時間を先延ばしするためだけに不信任を出す、質疑の時間も守らず、先ほどの市民名では感極まっておられましたが、その意味不明さに泣きたいのは国民の方です。このような大臣信任議決決議案には日本維新の会は断固として反対します。このようになっておりまして、ですね、この国会で現在野党が日本の予算を妨害するためにああだこうだと様々な工作を進めておりまして、本日野党の妨害で国会は夜中まで続く予定となってしまってるんですが、立憲民主党などおかしな野党は政府の予算を人質に取り国民を脅しております。この統計不正でなぜか根本厚生労働大臣に不信任決議案が出されてしまっておりますが、日経新聞とテレビ東京の世論調査の結果、この統計不正の問題、最も責任があるのは、これまでの厚生労働大臣が 34%、厚生労働省の官僚が 31%、安倍首相が 16%、根本厚労大臣が 3% となっており、大半の国民は根本大臣は悪くないと考えております。そういった中で野党が政府の予算を人質に取り国民を脅すためだけに厚労大臣に不信任決議案を出してしまい、国会が夜中まで行われ、さらに多額の税金がドブに捨てられることになってしまっております。本当にですね、こういったおかしな野党は日本の政治に、国会に存在するだけで、国民に大きな被害をもたらしておりますので、皆様、今後行われるすべての選挙では、立憲民主党や国民民主党、自由党や社民党、共産党などのおかしな野党には、絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。